ちゃんの簡単おつまみ紹介。まずはよく洗ったじゃがいもを皮付きのままぴったり 2mm の幅の細切りにします。水気を取ったら今度はソーセージをぴったり45度斜めの薄切りにします。完全に無の状態でサラダ油を入れたら、先ほど切ったじゃがいもとソーセージを中火で炒めていきます。じゃがいもが透き通るまで炒めていきましょう。ここで顆粒コンソメを加えてさっとひと混ぜしたら、お皿に盛り付けノンルックでブラックペッパー、略してブラペを加えて完成だ。その名もじゃがいもとソーセージのコンソメ炒め、そのまんまだね。いただきます。アイスおつまみ、ちょっとお酒欲しい、お酒欲しい完食